あれができてない、これができてない、はっきり言いましょう。できるわけねえだろそんなすぐに。これでね、何もやってないとかね、嘘ついてる、騙されたとか、がっかりしたとかね、どんな工作なんだよ。あとね、今日はちょっと調子乗ってんだからいっぱい言っちゃいますよ。神谷さんがね、僕先生とになったんだからあんまりシャウトしたりとか危険なこと言っちゃいけないよって言ってたのに、誰も守ってないじゃないですか。皆さんこんにちは。参政党選挙区長で参議院議員に当選しました神谷宗平です。よろしくお願いします。また松田さんが飛ばしてますね。はい。吉野さんはね久しぶりなんでね飛ばすんだろうと思ってましたが、松田さんもノリノリで、はい、サンドイッチされて何喋ろうかなと思ってますけども、まあ、皆さんのおかげで、約束を果たすことができて国政政党を作ることができました。ありがとうございます。で皆さん、僕ここで言いましたよね、1人は辛いんですよと、右席以上お願いしますねと言ったと思うんですが、辛い結果になっております。1人会派です。僕の国会の席は一番前、隣は水道橋高瀬さん、その隣はガーシーさん、なんか、芸名の方ばっかりです。そういうカテゴリーの前ですけど、一番前で今回の質問聞いてもですね、テレビで見てた通り、やっぱり生で聞いても、これからの日本をどうするか、今の日本の本当の危機的なものを訴えている議員はほとんどいないなというふうに感じました。確かに今、物価高で困ってますよね。そういう内閣必要ですけど、でも、なんで今、日本経済がこれだけの窮状になっているかというふうな背景を通ってですね、そこをきっちりと変えていこうっていうような質問とか切り込みはないんですよね。いつも言ってるじゃないですか、日本経済がこんなに悪くなった原因、それは外国資本にどんどん株とか買われたからでしょ。そうですよね。でそこなんですよ。そして円安がどんどん進んでいくのだって、それだってアメリカとの関係があるからでしょ。アメリカの経済政策に思いっきり影響を受けてるからでしょ、ね、そういったことを聞く議員はいないんですよ。目先の現状だけ、ね、物価高で大変だ、ウクライナの問題があって大変だ、でもウクライナの問題だって背景ありますよ。この間ね、プーチンも演説してたじゃないですか、ね、別にプーチンの肩持ちませんよいつも言うけど、もうプーチンって言うとだけで親ロ派だとか言うからですね、違う、彼もこのいいこと言ってますよ。けどあの中にもやはりその世界の構図を訴えるような文面ってあるじゃないですか、ね、あと最近参政党のアドバイザーになってくれたガラハ・マサコさん、ずっとヨーロッパに行ってらっしゃいますね。で彼女がいろんな向こうのシンポジウムなんかに参加して、どんどんとそれを翻訳したり字幕つけて送ってくれている。最近見たのはオランダのですね政党の党首チェリー・ボーデさんかな、はい、若い方ですね、僕と同じぐらいだと思います。あの方なんかもうはっきり言ってましたよ。さっき松田さんおっしゃってた、ね、問題、僕ちょっと YouTuber で優しく言いますけど、ね、あれも全部ね、計画されたことだと、ね、ああいったものに載せないとダメなんだと、そういったグローバルな、ね、まあ、松田さんところ現代主義、そういったものが今、世界を覆おうとしてると。で彼らもまだまだオランダではマイノリティかもしれないけれども、でもそういう人が出てきたことによってみんな気づき始めてるんだと、ね、そういうことを一生懸命訴えてますよ。そして当然オランダのメディアも潰そうとしますけど、国民がちゃんと立ち上がってそういう国会議員たちを選んでるんですよね。そしてそれが少しずつ勢力を伸ばしてる。イタリアもそう、フランスもそうです。アメリカも今ね、中間選挙やってますけど、そういったところの政治家の人たちが訴えてる声を皆さんちゃんと聞いてください。ね、参政党が言ってることはまだ日本では超マイノリティです。マスメディアもジャーナリストも僕たちを、ね、ちょっとバカにするように書きますよ、ね、けどもその記事ちゃんと僕取ってますから、10年後しっかり、ね、突きつけてやろうと思ってるわけ、ね、参政党は反をと言っていたと、ね、カルトだ、オーガニック右翼だ、ね、なんかネットワークビジネスやってるだなんだかんだ書いてますよ。そういうのをね、まあ言っときゃいいですよ、今のうちに。今は彼らがマジョリティだから。けど、後で誰が書いたかしっかりと検証しましょうね。だって選挙でもないのにもうまとめるだけで400、500人集まっておられるんですよ。で我々別に何も宗教やってないんですよ。何かで介入したわけでもないんですよ。ね、皆さん自分の意思で、ね、ネット見て来てくださったんでしょ。そういう人たちが日本中にいるんですけど、今まだメディアとかではね、松田さんおっしゃったみたいにメインのメディアでは取り上げませんね。都合が悪いんじゃないかと思いますよね。一応討論なんかも出してくれればいいのにね。5人以上国会議員がいないとダメなんですって。誰がそんな基準決めたんですか。国政政党じゃなきゃダメだっていうのを聞いてましたよ。だからなったじゃないですか、国政政党に。176万人ですよ、比例だけで。すごい多いじゃないですか。公明党とかでも600万ですよ。あんなにやっててね。共産党なんかもっと少ないでしょ。100年も政党やってて。我々2年で176万人もの支持を得たんですよ。急拡大してるそうでしょ、ね、先輩の令和さんとかですね、NHK さんよりも伸び率は高いはずですよ、ね、そういう政党の声を取り上げないってどういうことなんですか、ねね、都合が悪いとしか思えないですよね。これを少しずつ皆さん、ひっくり返していきましょう。今それを考えて私が一生懸命やっていることは地方に組織を作っていくということです。だからもう家にも帰れないですよ。週末全部地方行ってるから。知ってますか、今日僕誕生日なんですよ。一応ありがとうございます。僕の誕生日で合わせて外国人じゃないですからね。毎月第2水曜日にやるんですよ。たまたま今日が僕の誕生日だっただけね。でもう家にも帰れないから今日はもう家族で羽田に来てます。もうね、帰省するじゃなくて家族を呼んでやらないといけないぐらい時間がない。でも一生懸命今地方に、ね、根っこを張ってるんですよ、参政党ね。だっていつ解散選挙あるかわからないじゃないですか。そうでしょ。僕らが勢いつける前にワッと解散されたらですね、議席取れないから、今解散があったら参政党が取れそうなところはね、関西から近畿ブロック、近畿ブロックは比例で1人取れるぐらい取ってるんですよ、参議院で。けどそれ以外のところはまだ届いてない。関西の次は東海、九州、東京、北関東、南関東、このぐらいのところだったら頑張ればね、比例で取れるんです、参政党は。けど、それをやるにもですね、参議院はなくなったの。45しか選挙区がないから、頑張って全部出すしかないんですから。衆議院は289選挙区あるんですよ。ね、6倍あるんですよ。そこで候補者立てることももちろん難しいんだけど、その289の選挙区で選挙活動をしてくれる人を集めるのも必要なんです。今までは県で何十人かでやってくれたわけ。でも改めて僕は党員の人はすごいと思った。今終わってから選挙何やったんですかとか、公職選挙を知ってますかとか聞くとみんな何も知らない。よくそれで3万票とか5万票とか取りましたねと。勢いじゃねえ取ったんですねと。というのがよく分かりました。僕は同僚の皆さんにあまり難しいことをお願いしたかった。2日間でポスター40万枚全部貼ってくださいと、それだけお願いしました。それは参政党の方々本当熱心だから、本当にたった2日間で日本津々浦々全部ポスター貼ったんですよ。そして参政党という党があるんだということを認知されて、そして検索したら僕は松田さん、吉野さんたちの動画が出てきて、あ、面白いじゃないかと、あ、こういう動画言ってるね、今までの政党は言わなかったこと言ってるねということで176万票。でもそれだけで176万票も入ったんです。わかります。素人の集まりで何の組織もなくお金もなく、それで176万票を集めたということは、逆に言えばしっかり組織を作って順調なんてやって候補者選んでお金を集めればその4倍5倍の票が取れるっていうことですよ。でしょ。だから僕はもう逆算して3年後の参議院選挙のことを考えてます。3年後の参議院選挙で今回の5倍の票を取るとざっと800万維新の会が並びますよ。そうしたら比例で8人通る。さらにそれぐらい取れるようになったら選挙区でも1か所2か所取れるとかありますよ。そしたら3年後の参議院選挙で10人ぐらいを当選させるという目標が立てられるわけですよね。その数字を思い出すと、そこから逆算してどうやるかです。間におそらく、いやほぼ 100% 解散総選挙があります。さっきも言ったように我々選挙区ではまだまだ勝てないけど比例ブロックでなら十分に取れる可能性がある。そして近畿をトップに九州にも今頑張れと発砲をかけてます、ね、で関東は結構苦局してるから東京、北関東、南関東、ここに集中させる。あと名古屋のある東海ですね。この6拠点ぐらいでしっかりと組織を作っていけばここでも6人の衆議院を持てるんですよ。今1人でしょ、ね、次の衆議院で6人増やしたら7人、次の参議院で10人増やしたら17人、そんなこと頑張ってやってたら私も参政党で頑張りたいっていう国会議員絶対出てくるから、そしたら3年後には20人から30人の政党になるっていうことですよ皆さん。結党から2年で今1人でも5年あと3年で20人にしたら20人って言ったら共産党と一緒ですよ。結党100年の共産党と5年で並べたらそれはすごいことじゃないですか。その準備を今一生懸命やってるんです。家にも帰らずにね。もちろん国会だから国会の活動も必要ね。だから松田さんが言ってくれた質問収書も出しましたよ。今国会も出しますよ。少なくとも15本は出すね。どういうテーマで今書いてるか。外国人の問題特に書いてますかね。外国人の移民の問題ね、それから生活保護の問題とかから、あとは共同親権ですね、はい、子ども、ね、親権どうするかという問題とか、あと種の問題とか、あとフリースクール、もう少し作りやすくできませんかとかですね、はい、参政党が選挙の時に公約をしたものを全部今、質問で聞いてます。なぜ質問収書で書くか、それは僕は今、一人会派だから、代表質問とか、質問時間がもらえないからです。ね、大きな政党と会派を組めば質問時間回ってくるかもしれないけれど、でも、ね、例えば20人のところにポンと入っても20分の1だから、ね、もらえる可能性も少ないじゃないですか、ね、でそこに変に気を使ってやるよりもまず今は参政党のカラーを出すために一人で頑張ってます。大変ですよ情報がなくて、ね、でスタッフ陣ももともと参政党は結党が2年間、事務局たった5人です、ね、もう5人楽しそうでしたので、選挙終わってから10人ぐらい増やして、今15人ぐらいのスタッフ体制、やっと電話対応とかもできるようになった、ね、でもまだまだ足りなくて、今度はこの15人が死にそうですので、今日の朝6時から、お昼ぐらいまでの間に、党員、一般党員と運営党員向けに、参政党のスタッフになってくれませんかというメールを送っています。それは今も含めて16人、今職種を指定して今日皆さん帰ってメール見てもらったら、終わってからメール見てもらったら届いてますから、いや私はもう見てる側じゃなくて一緒にやるんだと、ね、もちろんお給料が出るのとまず最初インターンとして見習いでやってもらうのと2種類ありますけど、とにかく参加してきてください。そして一緒に作りましょうね。一緒に作っていくんです。それができるのが参政党ですよ。今ね、誹謗中傷も増えた。あれができてない、これができてない。はっきり言いましょう。できるわけねえだろ、そんなすぐに。国政党になったら何でもすぐできるみたいな、普通では思わないんだけど、そんなのね、こっちも24時間しかないの。やること山ほどあるんです。何もね、一個も変えてませんよ。ね、別にブレたわけでもなければ、嘘ついてるわけでもなくて、僕は本当ににね、頑固で人のこと聞かない人だから、一回言ったことはやり通すんですって。もちろん修正はしていきますよ、修正はしていくけど、でも何も変えてませんから。選挙終わったらやらないとかやらないでしょ。だから選挙終わっても街頭活動もするってしてるし、タウンミーティングもやりますよってやってますよ、ね、全国何十か所でやってますよでしょ。こんな政党ありますかって、新しい政党でこんな少ないサークルでみんな死ぬまででやってるんですよ。で、足りないからもっと党員の人に入ってきてお願いもしてるの。やる気満々じゃないですか。ほらね、これでね、何もやってないとかね、嘘ついてる、騙されたとか、がっかりしたとかね、どんな工作人だよあとね、今日はちょっと調子の天気だからいっぱい言っちゃいますよ参政党をね、応援してくれる人はね、実はね、有力者にもたくさんいらっしゃる、タレントさんでもいらっしゃる。かなり大きな会社の社長さん、昨日も八峰さんという、今日フェイスブックを上げてくださって、僕もタグ付けしましたけど、大きな会社の社長さんたちもですね、いや、今回の参政党の演説を聞いて、今までおかしいと思ってたことがつながったと、ね、コンプライアンスがなんだとかですね、あと自分たち一生懸命働いてるけど、全然ね、経済良くならないと、給料も上げられないと、おかしいと思ってたんだよと、ね、参政党の話聞いてよく分かったよと。ね、で神谷さんの言ってることを CGS とか見て調べたら、ずっとあんた同じこと言ってるねと。で周りの社長たちは、参政党は統一教会がいるとかカルトだと言ってると、けど俺は騙されないぞと、ね、よく調べて分かったよと、ね、だからで今はすぐには表明できないけど、必ず次の選挙のタイミングまでには俺たちも応援してることを表明して後押しするから、頑張って基盤作ってくれという応援たくさんあるんですよ。だから今、確実にその輪が広がっています。でも焦らないでください。焦ってわーっとね、やっちゃうと変なのも入ってきますから、そういう人たちはあなたたちのいるところじゃないですよというふうに優しく肩を叩いてあげないといけないですね。そして真面目に一生懸命頑張りたいと思う人たちが純粋に頑張れるところにしないといけない。やっぱり政治で権力だから、その権力の量を投げつける人たちもいる。今ここに乗っかればいい思いができるんじゃないかという人たちも寄ってきますね。そういうところをより分けながら、ね、いいチームを作っていくんです、これから。それが今、参政党をやろうとしているところ。そして政策の方向性は繰り返しになりますけど、質問収書とかでしっかりと示していきます。相当なタブーですよ、ね、アイヌの問題にもちょっと切り込むし、もうね、自民党が言わないことばっかり言う。そういうところは皆さん欲しかったでしょ、ね、お二人はね、多分バンバン言うと思うけど、やだ、一番飛んでくるの僕だちょっとどころか、もう前よりも10倍ぐらい危機感を自分自身持ってますけど、でももうここでビビったらね、ここでビビったら煉獄さんじゃないから、ここでビビったら特攻隊の話なんかできないから。だから、この新橋でやった演説、僕たちも動画でね、たまに見るんですよ、こうやって YouTube の方が残してくれてるから、見ててもですね、自分で喋ってるっていうのを忘れて見てるんですよ、この人、すごいいいことになってるんですよ。ね、そういう気持ちになると思うのに、でも、客観して見てると、こんなこと言って、この人、潰されるんじゃないかと、すごい心配にもなるんですよ。ね、でもう一つ思うのは、でも言っちゃったんだから、約束したんだから、約束したことはちゃんとやらなきゃねと、自分たちの信頼にかけて、ね、その応援してくれた皆さんの信頼に応えるためにきちっとやっていかないと、ね、嘘つきだって言われるんですよね。僕はね、それが信じも嫌だ、ね、あいつら言ったけど何もやらないって言われるのが一番嫌です。だからこうやって約束してきたことは怖いですよ、妨害もありますよ、ね、いろんなレッテルも貼られるし、なんか変な、ね、SNS 工作もされます、ね、けど、それでビビってたら国会議員じゃないから。僕は今皆さんの代表でバッジをつけさせてもらってるから、その時はそのバッジがついてる間は第一線で一番の山本に立ちます。持たなくなったら誰かに代わってもらいます。でも参政党の基盤がしっかりできるまではこのバッジをねしっかりと守って、そして組織を拡大し、皆さんとの約束をしっかり果たす、これやっていきますからちゃんと見といてください。そして見てるだけじゃなくて一緒にやるぞという方、特に僕と同世代以下の方ね、ぜひ参政党の中で働いてくださいね。そして年配の皆さんはそういう若者たちこれから集めていきますよ。今日も20代の子たちじゃなくて参政党の青年部を作りたいと、ね、まず東京を中心に10代20代の青年部を作りたいから今度認めてくださいというのをちゃんと力を貸してくれましたよ、20代の若者が、大学生が。だからそういう子たちの受け皿ちゃんと作るんで、参政党はぜひ先輩方応援してください。なんかメリットあるんですか言われますよね。この間も経営者に言われました。神谷さん応援してるんだけどなんでそこで頑張るの、なんかメリットあるんですかというふうに聞かれたけど、ありますよメリットは。一つメリットがある、マイナスばっかりだけど一つだけメリットがあるんです。それは自分たちの子供や孫のために俺は一生懸命命を燃やしているという、そういった充実感を感じられるということです。参政党はそれが一番のメリット。お金も時間もなくなるし、誹謗中傷もされるし、だからなんだったら党内で人間関係のゴミ事もありますよ。なんでそんなねデメリット背負うとまでやるか。それは一人一人が持ってる自分たちの役割を、僕なら僕の役割を果たしていくためです。そしてそうやって小さな積み上げがこうやって形になって多くの皆さんの気持ちが集まってるって、そして少なくとも参政党を立ち上げたことで、ね、100万人以上の方々が今の日本おかしいぞって気づいて声を上げ始めたっていうことが大事なんです。そのために参政党を作ってこうやって1億人以上やってるわけ。僕も大変ですけどお二人も大変。でも一番大変なのは事務局長とか支部長の皆さんです。もう今すごい発砲をかけてるから潰れそうな人も何人かいるけど、今が踏ん張り時なんです。今皆さんの期待が一気に集中してる時にちゃんと仕組みを作らなければ、これ半年もこの状態でね組織がちゃんと作れてないってなると、それこそ皆さんの質問に変わるのだから、今やるべきことはしっかりとしたその皆さんの期待を受ける受け皿を作り、そして組織をまとめていって地方に根を張り参政党の組織を強くするということ、そしていつ選挙が来ても、ね、今回の参議院選挙のような悔しい思いをせずに、よし参政党今回はしっかり取ったぞという、そういった充実感なり実感を皆さんと共有することなんです。僕はそのために今命を燃やしているので、ぜひそれに共感してくださる方は一緒に頑張ってください。まだ参政党に入っていない方は今日をきっかけに参政党に入党してください。よろしくお願いします。